3、2、どうも、りょうぼうです。ということで、ネザー編やります。ついにですよ、我々が待ち望んだ景色がようやく見えますよ。地獄の中の地獄であろうネザーに行きます。この RL クラフト、通常世界でも、まあ基本的にモブが、まあラスボス級じゃないですか。まあ、そんな RL クラフトのネザーですよ。ということで、この日に向けてね、いろいろ準備をやってまいりました。まず見てください、こちら。すでに使い古されてるんですけど、速度 1.4 の攻撃力10。アイアン、めちゃくちゃ強そうじゃないですか。見てください、この長さ。もう長さで勝負しますよね、これ。なんか昔こういうサムネ作ったな。昔な。4年前ぐらいに。懐かしいですね。で、この長さで勝負した、強いか弱いか分かんないけん。やっぱネザー初回なんで、この装備できると知るんですよ。絶対に。なので、ひとまずここにアイテムを預けてから、行こうかなと思います。ついにこの日が来たんですね。やばい。大丈夫かな？不安しかない。あ、そう。水分補給もできないですもんね。あー、もうちょい装備つけていこうかな。まあ、これもつけていきますか、じゃあ。念のために。このガラス瓶は、ポーションを入れるためのガラス瓶ではありません。水を入れるためのガラス瓶です。一般マインクラフターは、ポーションとかやらに使ってますけど、僕は水に入れます。飲むためです。さあ、準備は整った。マジで初見でやってます。完全初見です。動画とか本気で一切みたいな状態で言ってるんで、すでに知ってるって方は、初見の反応を楽しんでいただければ。知らない方は、一緒に、未知の世界へ行きましょう。ということで、つけましょう。行きますよ。3、2、1。はい、ネザーはあります。ネザーは存在します。3、2、びっくりした。はっ、3、2、1じゃない、3、2、1じゃない。3、2の段階でもう、やばい、ちょっと、帰ろう。ちょっと待って。ちょっと待って。もうやめよう。さよなら。そういうわけにもいかないか。うわぁ、マジか。案内人がいましたね、先にね。ネザー側からこっちに干渉してくるとは思わなかった。もう行きますか、じゃあ。行きます。はい。さあ。初ネザー。大丈夫かな？やばい。さらなる深み、さらなる深みすぎる。ちょっと帰ろう。いや、普通か？ん？違う、普通じゃない。気持ち悪い。なんか植物ある植物で。これがあれですね。別の世界線のアップデートをした。やばい！待って終わる！あ、助けて。ちょっと、R の押し方がわかんない。ちょっと待って。W か。W で出した。はい、死にました。わかったこと。まずダンジョンがありましたね、横に。もうしっかり RL クラフトの影響を受けていると。なるほど。面白くなってきたじゃないですか。っていうね、セリフを言いたかった。ちょっと今度は生身でいきます。この状態で。探検しよう。探検もできない。バカすぎ。まあ、厳しい世界だということはね、ご存知の通りです。よかった、これスキルは消えないみたいですね。なんか死んでも。あー、マジか。ちょっと待って。もうちょい危機感が欲しい。みんな、これ持っていこうと。いや、ダイヤ1個ぐらいの、あれなら、これ悪ふざけですよ、こういう。あ、わかりました。すぐ帰ってくるんで、一旦ダイヤモンド持った状態で行きます。で、入った瞬間にすぐ戻るんで、まあ、これで許してください。一応ね、取れたから、ね、ちゃんとね。やらなくていい。ダメだ。やらないと。行って帰ってくるだけでいい。ダイヤモンド一つはでかくね。いや、もういい、行こう。これで成功したら、英雄と叩いてください、僕のことを。いらん、こういう。やめよう。危ない。なんか変な今、あれが出た。ふざけが。よくないですね。あくまで探検なんで、まずはね、マップの把握をしようかなと。あと、新要素をね、もっと見たいですよね。まあ、分かったのは、まず、まあ、ここで生きることは多分できない。あ、やばい。ほら。常に洞窟状態。待って、これアイテム持って帰れんじゃね？無理なのか。なんならさ、ここで死ぬ方がさ、安全じゃね？一回ここで死ぬ。うん。ごめん。こんな、無理。以前のような平和なネザーの面影はもうどこにもありません。ただコツ場がありましたね。もう死ぬときは死のう。はい。そういうことです。ちゃんと地形がある場所で。やばい。もう早い。中身見えますよ。あれなのかな？水と同じ判定になってるのかな？水中が。水中じゃない。マグマ中が。あ、出た！アメモみたいなやつ。
いや、お前は倒せる。お前ぐらいいける。いや、でも、こいつらを、この鉄道以降の世界に出してはならない、マジで。あの、ウィザーの衰弱状態が常に起こるっていう、凶悪すぎる。いきます。なるほどね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 。目に焼き付けろ、しっかり。しっかり目に焼き付けろ。この世界を。あっちもなんかありますよ。あっちも、やばい、これは誰だ、誰だ、うおおまあ、分かったこと。いっぱいダンジョンがある。いつものネザーにいるような敵がいない。で、マッチョがいるですね。いやね、死んでもいいってなると、なんか恐怖感がなくなってくる。もう一回、ダイヤ持っていこうかな。あ、お前ね。あれか。あれもいますね。洞窟にいた時のやつ。やばい、逃げろ。まずい、まずい。ええー、これ、やばいっすね。大丈夫かなこれ。死にすぎて、なんか、ワールド削除とかないかな。ちょっと、怖いんで、あと一回ありますね。一回だけ。はい。あ、はい、はい、でもできない。え、ネザーやばくね？ちょっと待って。思ってよりやばい、思ってよりやばい。敵が強すぎるのと、運の悪いことに、マップちょっと良くないっすね。最初の試験。ちょっと待って、ネザー無理なのか。考えよう。対策できることを。ちょっとこれ、モブ枠な、これ。あー、やばい！大変っすよ、マジで。ネザーゲート、あれ、封鎖しないと。マッチョ入ってきたら、やばいっすね。とりあえず一旦、こいつの力ね、試してみませんか、ちょっと。動画内で初、言いますね。このなんか、リーパーっていうらしいんですけど、こいつ、なんか一回自分から上上がると、下に下がれないんですよね。なんで、まあ、例えば、外出るじゃないですか。出るじゃないですか。下がってこないんですよ。下がってこないんですよ、こいつ。ほら、全然下がってこない。パート4か5だか忘れたけど、その時に戦った時の、もう2、3倍上にいますよ、これ。でも放置してても、来るんですよ、なんか。ずっと上に。邪魔じゃないですか。なんで、めんどくさいけど、いちいちこの上登って殺さないといけないっていう。ネザー変異早かったな。いや、でもさ、こっからまためちゃくちゃ作業してやるってなるときついっすよ、かなり。レベルを上げるため、ネザーに対応するためのところもちゃんとね、撮影していこうかなという感じで。まず、ネザーに必要なもの。まず、あれ、耐火ポーションいるじゃないですか。それと、武器なんですけど、近距離だとなかなかどんな装備強くても勝てないと思うんですよね。どうしようかな。遠距離系の武器を使っていくしかないから。この独占の杖、みたいな。発光した雲の目と、ブレイズロッドと、この独占は、いろいろあって入手したんですよ、なんか。ってことで、まずネザーに行けるまで、発光した雲の目を入手しようということで、正直、ここら辺のマップはかなり、制覇したんですよ。ただ、ダンジョンは行ってなくて、実は。ずっと、放置した状態で、残ってるやつがいっぱいあるんですよ。まあ、ここまでね、一応繋げて、行動範囲をね、あっちまで、伸ばしました。一旦寝ましょう。あ、びっくりした！はお前降りてきたし、なんか。やばい強い！あ、もうやめて、もう森林を燃やさないでください。今回のダンジョン。あれ。あ、こっちにもあ、こっちにも皆さんもね、火事気をつけてくださいね。音声認識で正しく聞き取られたアイテムだけが使用可能なサイバルということで、作業台。はい、完璧。あ、違う。剣読まれるかな。剣は危ない、剣は。絶対。斧とかで対抗できるんで、最悪。バケツ。